いただきます。今日はですね、このコロナウイルスの解除で地震の前ということで、食料危機の前ということで、ちょっと平和な時なんで、ちょっと撮影に来ました。平和な時をですね、こういうこともあったという形で、まあ見てくれれば嬉しいかと思いますので、お願いします。お、厳選マグロ、中トロ、分厚いなこれ。うん、最高。お、こんなにトロが乗ってますよ。この厳選中トロっていうか、どれはピンクだな。どう、すごい分厚い。食ってみるか。うん、すごいね、脂も。あ、これすごいわ。これはすごい。そう、これすごい。完全大トロだな、これ。うん、大トロだね。すごい努力したのがあるけどね。まあ、ワンコインでランチなんてね、普通の寿司屋ではできんよ。キビナゴです。美味しそうですね。生姜もネギが乗っとるもん。おう、食べれる。うまいか。食べるっていうレベルか、うん、ちょっと小さいもんで、おう、このキビナゴ。おう、でも上手に調理したし。そうか、うん、スルッと入った。おう、今日ご飯も美味しい。心がこもっている。生き締めハマチ、これいいな。色がドライ、びっくりした。これ身がもうプリンプリンさ、プリンプリンして、あ、プリンプリンして、鮮度はすごい。油もあって、油結構あるけど、すごいな。結構うまい。次はエビロール。これ、これは仕入れの努力だよ。なんか甘だれがついてる、これ。あ、本当だ。甘だれをつけろってことか。じゃあこれ、それは天つゆってことやね。じゃあ、甘だれってなっとるもんね。普通の甘だれだ、うん、どう、エビロールの味。うまいけど、作り置きのやつだ。朝か昨日作ったやつだ。だけど天かすがうまいな。そりゃ美味しい。天かすの好きな人。天かすだって白っぽいもん。おう、エビ、うん、塩レモン、いただきます。レモンの香りがいいね。いくら食うかな。美味しそう。おう、うん、まあいつものいくらだな。美味しい。なかなかうまい。今度ね、松前のサバね、味が濃くなって美味しくなった。あ、そうか、うん、どういう風に濃くなったら。ちょっと甘みが強くなってね、昆布の出汁もよく出てましてね、プロ級になりました。おー、なるほどね。昆布が、松前の上に乗せる昆布がね、要は昆布が変わったのか。今までより昆布にちょっと砂糖が入ってね、甘くなって美味しくなりました。もちろん酢も入ってますけどね。こんな手間のかかってもそう簡単に食べれん、もったいない。じゃあのどぐろ炙り食べてみようか。まあまあ鮮度はいい。炙ってある分だけちょっとうまいな。塩が振ったのかな、これ。あ、そう。何これ。ホキンメダイ。あ、これうまい。あ、よかったじゃん。こんなうまいキンメダイ食った初めてだな。あ、そりゃすごいね。シコシコして、あ、これはいいわ。当たりだったキンメダイね、うん、飲み込んでもなんかうまい。飲み込んだ後、うまいあれが出てくるな。味噌汁いただきます。アサリの味噌汁が来たら私も同じアサリ。体に染みるな。あ、美味しいね。お、あ、美味しい。アサリの出汁がすごい。お、確かにの、うん、それ長崎名物サラうどん食べてみようか。いろいろ具が入って、麺は細いな、結構細いもんで食べる。イカとエビとホタテかな。
イカエビホタテ。ここはね、お味噌汁でもこの麺類でもね、何食べても出汁が効いてて美味しい。確かに海鮮の出汁はものすごい。すごいな。最高。ご注文ありがとうございました。うまいな、長崎皿うどん。出汁がすごいわ。おいしいおいしい。おう。私ね、この麺のね、だしに、揚げた麺がだしについて柔らかくなったのが好きよね。おいしい。もういいのか。うん、おいしい。なんでこんなだしが効いとるかな。作る人じゃん、おいしく作ってくれとるじゃん。つけすぎか。違うよ、努力してね、おいしく作ってくれとるの。多分レトルトだと思うけども、誰が食べても違うと思う。こんなに美味しいね、レトルトはない。そうだな、すごい効いとる。美味しい、美味しいだ、甘みもあって。ああ、今日のあたり美味しい。そっか、よかったな。これはね、本間も生アサリの出汁も効いとってね、美味しいよ。言うことなし。あの、お持ち帰り用にあれしとくか。カッパ巻きとポロテッカと、まずマグロだ。あ、炙りうなぎ。ご注文ありがとうございました。いくら。ご注文ありがとうございました。2つぐらいしとくか。ご注文ありがとうございました。中トロも頼む。ご注文ありがとうございました。とりあえずプリン食うか。あ、これはうまいな。これはおいしい。自家製だな。おいしいだな。うまいな、プリンちょっと違う、多少自家製みたい。こんなモンブランだ。忘れないで美味しくなる。お、確かにね。甘みが。お、あ、これイチゴのモンブランだな。いちごの味とモンブランと混ざってなかなか微妙な味だな。いくらするやろ。お、いくらここにある。いちごのモンブラン取って持って帰る。取ってってもう食っちゃった。チョコレートがみたい。こうへん。お、こうへん。チョコレートもう仕方諦めるよ。流れだ、お流れだ。これはどうするだ、小豆の。ちょっと寄せるか。いい、あいい。じゃあごちそうさまです。ごちそうさまでした。たくさん美味しかった。そうか。